蘭州へしゃげ麺のチェーン店蘭州へしゃげ麺蘭州へしゃげ麺は牛肉のスープに手打ちで伸ばして茹でた麺を入れた料理。麺はよもぎ梅から作った天然乾水または乾水を使用したコシのある麺を使用し、コシのない柔らかい麺を使用することが多い中国の他の麺とは一線を画している。麺の太さはそうめんほどの細いものから、 幅5センチメートル以上の平打ち太麺まで様々である。スープの薬味にはコリアンナーなどが使用される。卵臭など甘粛症の本場で提供されるものはスープの上に香辛料を加えた辛い油を加えるためスープの表面が真っ赤になっていることが多い。それに対して本場以外で提供されるものは香辛料をかけないことも多くスープそのものの色が見えていることが多い。 精神料理の一つであり、一般に中華料理で多く使用される豚は一切利用しない。乱州市内には3000件以上の乱州牛肉麺を出す店が存在しており、通りによっては飲食店の半分以上が乱州牛肉麺を出す店であることもある。現在では中国全土で乱州へしゃげ麺を出す店を見ることができる。蘭州では牛肉麺と呼ぶ。 牛肉へしゃげ麺と呼ぶことも多い。店頭の目立つ場所で麺を手で伸ばすところを見せる店舗も多い。中国政府の一帯一路構想の後押しで積極的に海外にも輸出されている。ありがとうございます。